実は本日は皆様にお知らせがありまして、お知らせしたいな、とはずっと思ってたのですが、なかなかお知らせするタイミングを逃しておりまして、今回は鬼嫁の方からお知らせしたいということだったので、それじゃあこのタイミングでお知らせしようかってことになりました。逆にこのタイミングを逃すとまたいつお知らせできるかわからなかったので、そんなにお知らせしたいならお知らせしようかって流れになりました。お知らせお知らせうるせえんだよ。こんな動画どっかで見たわ。パクってんじゃねえ。デシュタルト崩壊するわ。やってみたかった。ということでサブチャンネル作りました。お知らせ本当だったんかい。まだ何もお知らせしてないのに42人も登録してくれた人がいるのは謎って。今回作ったサブチャンネルでは完全なる私の趣味であるゲームをやっていく予定です。あとは割と大人向けな内容のゲームとかね。こんな感じに分けようと思います。君が死ねも内容は大人向けなのですが、今はうちのメインゲームになりつつあるのでこのままにしようと思います。どちらも興味があるという方は、どちらもチャンネル登録していただけると嬉しいです。